外来種雑草、島スズメノヒのアレ荒ハ地花笠、ビロード猛カイ犬ビエ、江戸転水タネがあります。 はい。ということでございましてですね。まあ、現時点では、肥料の高騰対策というふうなことが目先の課題になっておりますけれども、その肥料の高騰にあたって、代替品をそんなに手間や労力がかからない方法で、なんとかする方法、それをいろいろ考えたときに、家庭とかその辺の環境から出るゴミですね。それを転用することによって解決できる方法というのが、まあ、いくつかあるわけですね。まあ、雑草に関しては、燃やして、灰にして、窒素固定を噛ませて、それで 安方法そそそれれれかかかからららら田んぼに関しては雑草それから花ののののゴミそれから家庭の生ゴミ生ゴミの中でも柔らかいも柔いいとうこ,とでこの三つを肥料に転用できると。そうした可能性があるわけなんですね。それで、この流れを定着させることができれば、永続的にゴミの量を相当削減できるということと、あと、資源の浪費を相当削減できるということになります。つまり、資源を温存できてゴミを減らせる。 ということになります。今までのやり方はそれに比べて資源を浪費してゴミを増やす。そうした流れになっていたわけですね。ですので、この肥料高騰の状況というのはある意味天の声だと思います。この時期にうまくその転用の仕方を覚えた人たちはそのことによってしばらくはその恩恵に預かれるわけですね。はい。ということで、ゴミを転用して 資源に変ええるるここの考え方でで肥料高騰対策を乗り切れれととができれば幸いだと思いだ思ますはい、ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどうしよしお寄せください。それでは失礼いたします。